こんばんは。すいません、またバロラントですが、よろしくお願いします。お帰りキャンプ、ありがとうございます。長かったな、自主トレから、キャンプ。1月と、12月か。2ヶ月ほぼ、なんだっけ、あれが悪かったんで、ネット環境悪かったんで、なかなか配信できずにいましたが、でも今日も別にホテルからなんで、配信環境あんま良くないけど、まあ、適当にゲームしながらやっていきます。京セラ行きます。頑張ってください。そう、京セラで、なんだっけ。はい、スパチャ来た。ザワス大。欧州代表ってそもそもどこ？稲葉ジャパン。稲葉ジャパンではないと思いますけど、イバタジャパンですね。多分。欧州なんで、僕最初なんかオーストラリアだと思ってたら、よく漢字を見ると、ヨーロッパでした。僕も知らなかったっす。なんかヨーロッパらしいっすね。先発になったら、コンペの配信増える。いや、増えないっすね。逆に増えない。中継ぎで、試合出た後に、の方がやりやすいっす。先発で試合出てないのに配信してたらなんか嫌じゃないですか。ヤン投手めっちゃ明るいですね。絡みましたか？絡みましたよ。絡みました。うん。ヤン面白いですよね。G スライダーの感触どうですか？ジャイロの感触は、まあ結構いいですね。結構空振りも取れてる感じで。なんかスパチャ来た。今年、クイック投法で何球投げるの？各4番打者本気で言ってる。わらわら。ライオンズ出身相手に。まあ、何キロ出る？まあ、球速上げたいですからね。頑張って、マジで球速を出しに行って、行きたいではある。オーストラリア戦先発ですか？ほら、オーストラリアだと思ってる人いるよ。これ、オーストラリアじゃなくて、ヨーロッパらしいです。キャンプで一番きつかったことなんですか？キャンプは、あれかな、やっぱり。なんだっけ。ネット環境。ネット環境悪い。今年も野球観戦頑張ってください。あ、ありがとうございます。今年も野球観戦して頑張ります。地方球場の、これはいいと思ったとこありますか？地方球場、旭川とかかな。北海道なんでご飯美味しかったイメージはあるかな。キャンプで休ましたか？いや、休んでないです。結構ね、体重増えましたよ。今日は練習終わりですか？お疲れ様です。今日はですね、移動ですね、大阪。大阪に来てます。反射神経、30超えて反射神経辛いんですけど、平さん的にゲームにも役に立ちそうなトレーニングありますか？反射神経僕、めちゃめちゃ遅いんですよ、実は。反射神経テストみたいなのしたら、ね、結構、ライオンズで結構下の方だ。新外国人でヤンと絡みましたか？ヤンはね、めっちゃ面白いです。ずっと喋ってるヤン。肩を強くする方法。球を速くする、それね。肩を強くするってことは。あと、回転も良くないとね。遠くまで飛んでいかないかな、ボールが。西武で他にバローしてる人いないんですか？バローはね、フルパー一応できるぐらいはいます。フルパー配信見たいです。フルパー配信しますか？シーズン前に。銀の盾来ましたか？銀の盾来ましたよ。家に帰ったらちょっと見せましょうかね。銀の盾お披露目配信、お披露目しますか？銀の盾配信いつできるかな？帰るのが多分、9日とかだったかな。大阪で飯以外で歩いたことある？ないな。試合以外で大阪来たことないかも。多分。カイロさん楽しそう。カイロさん楽しそうですね。ソフトバンクの近藤さんってガチの天才感ある。僕が敬遠した意味わかりましたか？近藤さん敬遠した意味。柳田選手相手に打たれましたけど。そう、その後打たれた。残念ながら、その後は打たれてしまいました。ライオンズの選手ゲーム一緒にやる人は、今井さんが一回コラボしてくれたか。コラボっていうか、普通に、ゲームしてくれた。CS 前日の配信。そう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 。それで二人とも、点取られるっていう。今日の夕飯は何ですか？明後日試合なんで、カレーとパスタ。糖質メニュー食べて、5時に食ったんですよ、飯。5時半か。5時半に飯食って、そしたら、
ご飯行こうって誘われて、行こうぜって感じで7時過ぎって感じですね。ジャンクフード食べれないのは大変。最高だぞ。ジャンクフード確かにあんま食べてない。あんまっていうかほぼ食べてないですよ。1ヶ月間ゲーム合宿お疲れ様でした。いやいや、ゲーム1回もやってないですから、マジで。